これ本当に皆さん松本人志や吉本興業に騙されないでくださいね。 NHK をぶっ壊す。令和6年2024年の1月の8日、先ほどですね、まあ、吉本興業所属の松本人志氏が芸能活動を休止するという発表をして、その動画を上げたところもうすでに18万回ぐらい2時間で待っていますが、まあ、これを受けてですね、週刊文春の方がまたスポニチの取材に対して週刊文春がコメントを出しています。まあ、おそらくコメントを出しているのは編集長の武田聡編集長だと思いますが、これ本当に皆さん松本人志や吉本興業に騙されないでくださいね。なんかまっちゃん頑張れとかって言ってますが、民事裁判戦うのに仕事を休む必要性なんてありません。刑事だったらまだ分かりますがね。ただ弁護士さんに、いついつにホテル行った、でもこういうことはしてませんって言えばいいだけの話なんですが、これはもう裁判戦うとか、そもそもいつ裁判するねん、どんな訴状を書くねんって、その辺の話をしなきゃいけないですね。で、僕一番驚いたのは、彼が松本人志氏がですね、ツイッターでワイドナショーに出るって言ってるんですね。おかしくない？ワイドナショーってあなたのホームブランドでしょ。周りのスタッフみんな滅ぼせん滅ぼせんって、で出演者も君の後輩じゃん。そんな人巻き込んでどうするのよ。そもそも芸能活動を休止するんだったら、ワイドナショーは芸能活動の一環でしょ。おかしいでしょ。ワイドナショーっていうのは、あれは報道番組じゃないでしょ。あれはあくまでもエンタメのバラエティですから、報道じゃないんですよ。しかも報道番組じゃないところに出て、周りが身内のスタッフ囲ん で都合のいい質問だけしてもらって、しかも収録だから都合の悪いこと言ったら全部カットして編集できるんですよ。何考えてるのって話ですよね。まずあなたは今スポンサーに多大なる迷惑をかけてるんですよ。ワイドナショーに出る元気があるんだったら、本来は記者会見を開いて生放送で記者の質問に答えればいいだけなんです。そこに文春の記者も行きますよ。当然文春の記者とバチバチやったらいいんでしょ。なんだったら A 子さんや B 子さん、あるいは松本さんに被害を受けたと言ってる人で、そこ行けばいいわけですよ。裁判で決着をつけるのは、それは一般の人ですよ。あなたはテレビでお金儲けをしてきた人なんです。だから裁判なんてやってる暇があるんだったら、直ちに出てこなきゃいけないんです。で、松本さんからの被害は週刊文春がその発表していてですね、続々被害申告来てますなんですよ。これすごくないですか。これ文春またこれ嘘ついてるって言うんですか。僕とこにも実は何人か来ました。2人ぐらい来ましたよ。で、特に松本さんの被害者じゃないっていう方からのお話は、やっぱりレイプとかああいう性的な強制的なことをされた後は相手側に迎合するって怖いじゃないですか。だって急にムキムキの男性にね、お前俺の子供産めやとか言ってキスされてね、エッチなことされて、その人にね、今日は素敵でしたってメール送るに決まってるじゃん。完全にもう恐怖によって相手を怒らさないようにしようとしてるんでしょ。だいたい変な会社のパワハラする会社なんて、従業員ぐー殴ったりとか、どやし付き合いだと勉強になりましたとかってやってるじゃん。だからもうこれ本当に僕、松本人志にこれ以上言っても呼びかけても無理だと思いますし、吉本も無理だと思うんですよ。言ってることむちゃくちゃだから。ただその松本人志を応援してる人たちに関しては、ぜひそこは冷静にね、分析してみてほしいと思います。で、僕は別に松本人志という個人を嫌いというじゃなくて、今回このようなテレビで出てる人がこのような疑いをかけられて、自ら出てきて記者会見をしないことがおかしいってずっと言ってるんですよ。で、本人が出てこないんだったらテレビ局行けよって話なんですよ。日頃は家の前でね、まったりしてるでしょ。松本人志にみんなマイク向けろよと思ってるわけですよ。それが気持ち悪いって言ってるんですよ。しかも昨年2023年ジャニーズ事務所が実質上解体するような事件があったとこじゃないですか。だからそれを僕強く言って、これ多分僕の影響めっちゃあると思いますよ。僕の再生数がみんな何十万回とか回ってます。僕は切り抜き OK だから、どん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 切り抜かれてるから、僕以外にこんなにストレートに言ってる人で多分いないでしょう。懲役太郎さんぐらいですかね。いずれにしても松本は黒なんです。で、もしこれが違うって言うんだったら、一応僕も元国会議員なんだから、文句一つ言ってくりゃいいじゃん。それ一つないっていうのはもう真っ黒なんですって。だから松本が戦うとか事実無根ですとかなんか書いてましたけど、ふざけてる場合じゃないって。あなたのおかげで多くのスポンサーや多くのあなたを応援してる人たちがずっと困るの。
だから事実無根だと言うんだったらとっとと出てきて事実無根ですと、これここまでは事実、これは違うって記事一個ずつ読んでいったら、 A 子さんの一緒にいた人も文書に喋ってるんだからね、これ記事読んでない人はわからないと思うけど、 A 子さんが一人で周りの男性3人、 A 子さん以外の2人を喋ってるんじゃないんですよ、6人いるうちの2人喋ってるんですよ。B 子さんの時は4対4でこの B 子さん以外の人も喋ってるんですよ、一人の証言じゃなくて、しかも A 子さんや B 子さんだけじゃなくて多くの被害者がいるっていうことはもう文春の取材でも僕のところにも来てるわけだから分かってるんですよ。もういい加減時間稼ぎやめてくれということ、これが日本のテレビと芸能界そして政治とのつながりに意味があるので、これまではこういうのを暴力団とかね政治家を使って揉み消してたことが揉み消せない時代になったってことを言いたいわけで、松本人志個人がめちゃくちゃ憎いとかじゃないです。これはガーシーがね、広めたまさに暴露によって隠し事ができない社会になってるっていうことをぜひ多くの国民の皆さんに知っていただきたいという出来事が今事件が発生しているので、こんなに繰り返し繰り返し僕は松本氏の事件について話をさせていただいておりますということで以上で終わります。元国会議員 YouTuber が NHK をぶっ壊す。